韓国おサム一部は18日、金正恩国務委員長が新型戦術誘導兵器の射撃実験を視察するなど、相次ぐ国防関連の動きを見せていることについて、持続的に北側の動向を鋭意中止していると明かした。国防部当局者はこの日午前、政府ソウル庁舎で取材に応じ、キム委員長の相次ぐ、 国防関連の活動について、北朝鮮指導者の日程は、需要に沿って茂るされるため、評価するのは難しいとしながら、このように述べた。また、新型戦術誘導兵器の種類に関する質問については、その部分までは確認できていないが、必要な際には国防部に問い合わせてほしいと答えるに止まった。